東八和田平温泉里は、岩手県八幡大市にある温泉地。国民保養温泉地ではないが、八幡平温泉里一つに数えられる。岩手山の北側に温泉地が広がる。柏台地区にある、歓迎八幡平温泉里の看板級、松尾村には、東洋一の洋酸質量を誇る松尾鉱山があったが昭和44年閉山され、長らく、 松尾村の経済の主力を成していた事業の消滅と共に村も一大転換期を迎えることとなる。それに前後すること昭和30年代初頭戦後の復興期の中、将来国も安定期に入り多くの観光需要が見込まれることも要因となり、道村に古くからある松川温泉地域に村民対象の保養所施設を作らんとボーリングが開始された。 しかし温泉は出ず、蒸気のみの紛失となり、関係者が落胆する中当時の松尾村、村長、沼田総一が蒸気での発電を提案、幾多の難問をくぐり抜け日本初の地熱発電所が誕生する。間もなく、国を挙げての大型観光時代が到来、昭和45年松尾村が主体となり、雇用促進事業団が、勤労者福祉施設として運営する、岩手中小企業、 レクリエーションセンター、八幡平ハイツを誘致することになる。それに伴いその翌年昭和46年末川は、地熱発電所より約6キロメートルの区間温泉を引沌する事業が行われた。その引沌事業の成功に伴い日照祝いの経営するライジングさんホテルや JR、日本旅行、松尾村が出資して作られた八幡平リゾートホテルとそれに付随する。 八万体リゾートスキー場等皇族の施設が相次いで作られた。また、それら大型施設を核として、中小のペンション、民宿、旅行、別荘等が立ち並び北東北切手の大型リゾートゾーンとして現在に至っている。前述の八万体温泉郷であるが、東八万体温泉がある地域に昭和49年10月28日、 当時の岩手県岩手郡松尾村金沢地区に作られた金沢観光団地の名称として、八幡平尾泉里と命名された。これ以降、東八幡大温泉は積極的に八幡平尾泉里という名称を用いている。ただし東八幡大温泉地区は、厚生省国示の八幡平尾泉里としての策定範囲以外であることに注意する必要がある。 八幡平温泉里社団法人日本、温泉協会国民保養温泉地、八幡平温泉里紹介ページ。東八幡大温泉は、校内の温泉一覧には含まれない。ありがとうございます。